東京料金所で ETC 割引待ちの通行者車両により混雑渋滞が発生しています。高速道路上での通行者は禁止されています。休憩や時間調整には手前の休憩施設のご利用をお願いします。なお最近タイヤのバーストエンジントラブルによる車両火災が多発しています。火災から重大な事故になる恐れもあります。出発前の電源は忘れずにお願いします。ハイウェイラジオ秋日よりお伝えしました。午前0時9分現在の高速道路情報をお知らせします。東京方面に向かっている方に故障車の情報です。先のエリナジャンクションの列車で乗用車が故障して止まっています。次に渋滞の情報です。およそ35キロ先の東京料金所を先頭に2キロ渋滞しています。なお電線の加速設定は東京料金所で ETC 割引待ちの通行者車両に距離。午前0時9分現在の高速道路情報をお知らせします。東京方面に向かっている方に故障車の情報です。この先のエリナジャンクションの出方で乗用車が故障して止まっています。次に渋滞の情報です。およそ35キロ先の東京料金所を先頭に2キロ渋滞しています。なお上り線の加速車線や東京料金所で ETC 割引待ちの駐停車車両により混雑または渋滞が発生しています。高速道路上での駐停車は禁止されています。休憩や時間調整には手前の休憩施設のご利用をお願いします。なお最近タイヤのバーストエンジントラブルによる車両火災が多発しています。火災から重大な事故になる恐れもあります。出発前の点検は忘れずにお願いします。ハイウェイラジオ秋日よりお伝えしました。午前0時12分現在の高速道路情報をお知らせします。東京方面に向かっている方に故障車の情報です。この先のエリナジャンクションの路肩で乗用車が